やっていきまーす。意外とうまくないでしょ。前からやろうと思っていた浅草配信が、機材が整ったのでできることになったのでね、まあ、ゆったり、俺も浅草あんまり来たことないから何があるのか分かんないけど、とりあえずまあコメント当てにしたりしてちまちま散歩できたらなと思っています。まずそこに警察があります。でここで警察の前を通って職質されたらもうそういうことだっていう。通ります。まず駅の前から行こうか。じゃあ普通に、はい、でどういうルートに行ったらおもろいんかな。まあ花屋敷行きたいな。花屋敷行きたいな。分かった、ルートが分かったわ。見えてるかな。こう行くわ。トントントンで一周して、で浅草寺に入る。一周の浅草寺。これ浅草寺って読むの？本当だ。なんでこれは浅草寺って読むの？え、じゃああれ浅草駅？俺の知ってる浅草は何？みんな浅草って知ってる？なんかシュタインズゲートの世界に巻き込まれた気分なんだけど、法院教馬の気分なんだけど、これなんだ？ん？あ、これが雷門だ。すごっ、すごい、めっちゃ綺麗だ。これ行きたくなるな。雷門から入りたくない。やっぱりこんなに光ってるんだ、この時間でも。めっちゃ綺麗じゃん。でどっかで左に曲がろう。どっかで曲がろう。このまままっすぐ行ってしまうと浅草寺についてしまうと思うから、浅草寺に着かないようにしたいね。今回のバックパック、こう肩だけじゃなくてこう外して自撮りにもできる。こうやってどうする。でつけてるのがこれと、ほら危ないでしょ。だからある意味喋りを止めちゃいけないんだよな。喋っていてカメラを持っていればなんか浅草だったらそういうことをしてる人なんだなっていう許しが得られるかもしれないけど、黙ってこれ持って走り出したりするともう本当にアウトだね。うわすごいな、浅草深夜徘徊マジですごいな。人がいねえこんなにいないんだ。もう配信がなかったらちょっと怖いかもしれない。かなり独特な雰囲気なんだよね。さて実は言うと迷ってる。どこ、ここ、これどっちに行ったら花屋敷に着く。これどっちですか？あっちですか？ありがとうございます。お兄さんに教えてもらった。左じゃねえじゃねえか、右って言ってんだろ。なんかここ今度一人で飲みに来てみようかな。もんじゃとか食ってみて。浅草の得意技ってなんだ。抹茶でしょ、もんじゃでしょ、あとなんだ。もんじゃは食いてえな。百うめえだろ、牛すじ。マジでうまそう。ラインナップやばくない？ここ銀だら、肉じゃが、つぶ貝、上身のホタテバター。これ何、ここ世界一の店があるんだけど、ここ何。カップルさ、なんかなんで俺毎回カップルの話してんだろう。でもさちょっと待ってね。なんか店が閉まってるじゃん、こうやって。でもそういう中でさ、まあ、コンビニだけでもいいんだよ。2人でさ、そのコンビニでさアイスを買ってさ、うめえうめえ言いながらさ、でちょっと歩こうかつってさ、シャッター閉まりまくってる街を歩いてさ、なんかそういうカップルがいいよな。これ行ったらもう戻れんくなるぞ。帰る時も後ろ向いちゃうかん。でもなんか鬼滅ちょっと雰囲気壊してるけどね。鬼滅コラボこんなこと言っちゃあれだけど、これ本当に入っていいのかな。いやでも車両進入禁止って書いてあるだけで、俺は入っていいと思うんだけど、俺入っていいのかって思うぐらいに人がいないんだけど。わあ、めっちゃ雰囲気ある。めちゃめちゃ雰囲気あるわ。お店がすげえちっちゃい。お店見て、あのライトマジでホラーゲームでしか見んライト
このライト存在したの？こういう演出じゃなくて、浅草花劇場、あ、来ましたね。フリーフォールが見えました。ということはここら辺だぞ。さあ、ここはどこなのか。うわー、どこ？俺の地理感が間違わなければ右斜めに行けば花屋敷はある、ちゃんと。はい、おい、マジか。ひとまず夜長いと思うんで、これどうぞ。すごいし、いや俺そっちもいる、これ。いや、下から山行くって聞いたんで、これどうぞ。山はもう終わってるんだよね。全然もう何もか間違えてるよ、お前は。花屋敷まで案内しましょう。あ、花屋敷案内して、どっちか分かる。めっちゃ通り過ぎた。これ全然間違ってね。なんかおもろいとかある？おもろいとか、今の時間ってね、今の時間、浅草じゃない、光ってるじゃん。吉原とかが一番重いんじゃない？マジで。斜め右に行く、うん、行って、こういうのね、行って、うん、ここが吉原。あ、全部？うん、すごい。エメラルドコードとか書いてある。すごいやん、こんな店名そこにはないやん。いるもんだな、俺の視聴者にも有能が。無能しかおらんと思ってさ。怖い、なんか心がビビってるんだけど。この音がリスナーだったらどうしようっていうのがさ、 10% ぐらい脳みそにあって、俺マジぶち殺されんじゃねえかなっていう恐怖。ブーンじゃないよな、やめて、もうそういう音出さないで。あ、もうやめて、あ、もう怖い、あ、やめて。あ、あ、あ、これだ。え、これか、これだぞ。言うてちょっと今回の旅のメインディッシュが変わったんで、浅草寺にパッパと行っちゃおうと思います。メインディッシュがなんとは言わんけど、まあ、肉を頬張ろうと思う。はい、来ました。あら、浅草寺光ってないか。この前来た時結構光ってたんだけどな。ここが浅草寺だね。暗いなあ。あ、こっちから来るとライトアップされてるか。あ、光ってるね。もうちょっとビカッとかと思ったけど。おー、これ広角で撮れてんのかな。カメラがどこまで画角を撮ってんのか分かんないけど、いいんじゃねえか、映像として。これいただいたんじゃない。俺見えるかな、ちょっと暗い。サムネ撮っていい？毎回これやな、毎回これやぞ。出ました、名物100円みくじでございます。63番。63番です。はい、ありがとうございます。はい、今日。じゃあ読んでいきましょう。何ゆえに茨など塩し塩、これどこ見ればいい。あ、裏にあるじゃん。なんだよ、何の紙なんだよこれ。理由もわからないまま家の中に存在してくるでしょ。ちょっと待って、理由のわからない問題が生じるらしい。あ、そう。家族や夫婦の間の心が通じなくなってくるでしょう。これどっちかが狂っていくってことだよね。その原因を反省しないと、重い、車輪の下に埋もれるような長い間苦労することになるでしょう。反省が大切だっていうことだな。反省大っ嫌いだからね。遊び事で失った財産はなかなか遊び事で失った財産はなかなか元に戻りません、自分の職に忠実を守り努力しない。お前100円返せよ。遊んでる場合じゃないんだよ俺は。100円返せっつってんだよ。無料でやらせろっつんだ。願望、叶いにくいでしょう。病気、治りにくいでしょう。なくし物、見つかりにくいでしょう。待ち人、現れないでしょう。
新築、引っ越し、悪いでしょう。旅行、悪いことが起こりそうです。結婚、付き合い、悪い結婚、無理でしょう。回線、悪いでしょうが出たね。なるほどね。なんでそんな綺麗に結べたの？このままこの商店街を歩いていって、まあ、メインディッシュに行こうかなと思っております。吉原って何するところ？やっぱ分からんこととで解明していかないと、なんだろう、気が済まない太刀だから、まあ、日本にとってすごく良くないことが行われてるんだったら、俺がそういうところを映像としてバチッと撮って、まあそのバしていかないといけないなっていうのは日々思っているから、ちょっと今日はちょっと粛清配信というわけで、まあ、女性の方々は一旦寝るように、まあやっぱり夜遅くまで起きてると肌にも悪いし、あんまりブルーライトとかもね浴びすぎると良くないんで体に。ちょっと飲み物買っていい？ワイドコワンコインがあるんで。あれすごい冷気。まあもう本当にちょっとなんか今日がまとわりつくな、今後は俺に。あれを引いたことによって今日になるの？それとも俺、おい、びっくりした。あ、来たのかい？わ、でも喉が渇いてたんだよ。堪忍おめでとうございます。ありがとう。は何加入してないんだよね、違うんだよね。加入したら違うスタさんなんだよね、これは。違うんだよな。一応なんだけど、あ、これから行くんですかね。そのいや、あの、そのどっちの方向かかる？あれなんか大通りとか行ってませんでした？そう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 。じゃあちょっと行くわ。ありがとう。喉渇いてたから助かるわ、マジで。ありがとう。またね。気をつけて。はい、バイバイ。またね。早く吉原行けって、やっぱその性欲に支配された人ってさ、脳がいかれちゃうんだね。そうやって早くだったりさ、せかせかしちゃダメだよ。ゆったりゆったりなんだから。支配されちゃダメやの、こういうのはさ。黙ってこれ持って走り出したりするともう本当にアウトだね。急ぐといいことないから。ここら辺で合ってるよね。吉原公園ってのがある。喫茶マリンがある。星の王女様がある。ティンカーベルがある。絶対ここだ。ああいうのも俺はとっつかまえたいけどね、ジャーナリストとしては。信号行ったり、あ、もうちょっと待てよお前。いいのか、映ってるぞ。そういう正義を行っていきたいけどね。爆発するぞ。ちょっと待って、大声の笑いが出ちゃう。この格好でしょ。あ、待てよ、信号無視すんな。爆発してるからな。なんで、なんでこんなここ光ってるんだ。吉原観音。おい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 、嘘だろ。これはちょっと大変なところに迷い込んでしまいました。びっくりした。え、ちょっと待って、怖い。はい、なんでね。ビビった、マジで。マジビビった。お賽銭を上げていきましょう。五円玉上がりますんで。夜なんでちょっと静かにね。吉原の神が住んでるらしいから、今からお世話になるんで。ああ、もうここまっすぐ行ったらもうそうや。ここが、もうここのまっすぐの通路がもうそういうお店がたくさんあるはず。もうぽい、ぽいネーミングだったら全部そうだから。もうほんとぽいネーミングはそうよ。来た。これ明らかにそうです。パンケーキ服。来ましたね。捉えていますよ。もう始まってる合図ですね、これは。スタートラインと言っても過言ではない。ここ来てるな。名前なんだと思う？店、店の名前なんだと思う？まず1個目、信長。入浴料4000円。あうん、あうんの呼吸を見せてくださいよっていうメッセージ。ペペピ、ペペ、ペペピーノ。はい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 。来ましたね。
畳みかけてきましたよ、吉原は俺に今畳みかけてきます、男爵。うわーすごい、さすが女帝だな。120分3万円だ。え、これさ、超高級で、超高級でどんぐらい？あ、2サービス料なの？あ、そうなの？これだけじゃ無理なんだ。3万とかでも高級？これ以上に、え、待って待ってて、システムを、ちょっと待って、別に興味はないけどね。入浴料3万円は総額9、10、9から10万円？女帝？嘘だろ？あ、じゃあ、プリティガール。プリティガール良心的だ。こんなに良心的に見える？総額料金で書いてある。チャージじゃないもんね。120分3万5000円だもん。めちゃめちゃ安く見える。なんだこのマジック。はい、というわけでした。ちょっとね、日本の実情をお送りしました。まあ、ちょっと映像には、南袋かの死体袋とか、こういうちょっと、まあ、映像として残していいのかなと思われるところもあったんですけれども、まあ、全て生で届けたいということで、今回特別的にね、配信でお送りいたしました。パパ活配信がメインディッシュになるところだったんですけど、メインディッシュは吉原になりました。というわけで、今日の散歩配信は終わろうと思います。なんかマジで気分でやるから、なんか予告とかあんましないと思うから、Twitter とか見といて、今日も配信中にさ、バラランとしてて、あ、ちょっと浅草配信してと思って、したから。確かに、もう俺も浅草覚えてないわ。浅草寺の一ピースもない。女帝が99。今あの脳内メーカーみたいなのやったら女帝女帝女帝ってあるわ、全部 99% が女帝。はい、じゃあまたね、お疲れ様でした。スタミジャパンの、深夜徘徊浅草編でした。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ、お疲れ。じゃあね、おやすみみんな。